こんにちは、宇藤由美子でございます。3月15日の金曜日、いかがお過ごしでございましょうか。もう春休みに入ったという方、それからもう卒業、会社だと移動、のシーズンでございます。別れの季節でございますけれども、やっぱ春ってそういう季節ですね。私初めての社会人になってからの別れっていうか移動が、 NHK 大阪放送局からの東京に転勤するっていうのが割と急に決まったもので、なんかもうその最初の社会人としての別れって、もうやっぱこう、ひな鳥が親鳥に育ててもらったみたいな感じで、先輩がみんな親鳥だから、親鳥のもと離れんのかみたいな感じで悲しくて、全員にお手紙を書いて、で夜に皆さんのレターボックスに入れて、ちょっとうるうるしながらお別れのお手紙を入れて家に帰ったっていう記憶があるんですけれども、でまた番組についても2回目また転勤、番組変わる時に寂しさありましたけど、だんだん半分ぐらいになってきて、もう3回目ぐらいにその移動する時はもう大体慣れて、別れ慣れてるっていうね。恋愛の場合は4回目ぐらいですよね。4回目ぐらいでなんとなく別れ慣れてるから、5回目ぐらいからもう付き合った、始まった時から、あ、これ別れいつ来んだろうなっていう別れ前提だから、むしろなんかこううまくいってすごい幸せが続くと、いつ別れ来るの、いつみたいになって、こう自分で自分を誘導して別れに持っていくみたいなことがあります。ちょっと話それましたけれども、でもなんかそれにつけてですね、やっぱ別れっていうのは大事だなっていうふうにも思いますね。なんかこう別れがあるから始まるみたいな、よく言いますけど、繰り返してくるとだんだんわかる。これ別れないままずっと続くとかなり単調になるなっちゃうかない、なんか別れた時のちょっと自分が一個上がる感じがなくなるなと思うんですけど、別れるっていうことは送る方と送られる方あるじゃないですか。卒業生と在校生、どっちが寂しいんだろうなっていうのを考えるときにいつも思い出すシーンがあるんですけど、それは私がその NHK 大阪から東京のおはよう日本という番組に、番組移動で転勤になった時に、引っ越しの荷物を受け入れる時間もなくて、母が引っ越しの受け入れ荷物のために東京に来て、4日ほどいて生活を整えてくれたんですけど、私朝の番組が始まって、夜中の1時40分に、タクシーの迎えが来てそれに乗るんですけど、1時40分に練馬の桜台のマンションでしたが、ワンルームの会社の借り上げの、そこを起きて出ていく時に、お母さん今日大阪帰るけど頑張ってねっていう母親が言って、それまでも忙しくて、お母さんはいはい、もうお母さん行くよみたいな、お願いしますみたいな感じだったんですけど、なんかその母親がお母さん帰るね、頑張ってね、体に気をつけてって言って二人で号泣したっていうのがあって、やっぱ送られる方の方が寂しさ残んだなっていうのを、いつもこうそのシーン思い出しながら、なんか思うんですけれども、どうぞね、この春初めて、卒業とか初めて地元から離れるっていう別れる方いらっしゃると思いますけれども、その別れ慣れてない方もぜひその寂しさを心に刻みつけておいていただければと思います。もう私ぐらい恋愛も番組の移動とか会社を離れるとか別れが続くと、なんだかむしろそっちを心地よくいた気持ちいいみたいになっちゃったりするんですけど、やっぱり最初の別れの寂しさとか傷なのかな、なんか心細さはぜひ覚えておいていただきたいと思います。ウドラジは4月も続く予定でございますので、今日も元気にお伝えします。
改めまして宇藤由美子でございます。アシスタントの日本放送熊谷美穂です。熊ちゃんどうぞよろしくお願いします。お願いします。それこそ熊ちゃんは何年前ですか、うん、地元、あ、そうか、大学の時にね。そうです、ね、上京した時に、ね、その時は別れは、別れはその時母は頑張ってねしか言わなかったんですけど、うん、私はもう一人暮らしの部屋に入っても号泣しました。一人でなんかね、七五三の時の写真を見ながら、家族写真を見ながら、もう写真とかダメよね。でもなんかもうオープニングのお父さんの話すごくなんか胸にくるものありましたね。地元離れたことがね、ある方とかね、やっぱり最初の卒業式とかね、はい、友達と小学校の友達と離れるって、なんか全部をなんていうかな、はい、失うというか、置いてくる感じがして、もう本当にギューってなりましたよね。でも別れはいた気持ちいいっていうのはなんとなく分かります。あら、もう分かっちゃってる。もうね、最近になると、うん、そろそろ終わんないと気持ちよくないじゃないかみたいなのになったりします。慣れすぎるとあんまよくない。そうですね、それで言うと、はい、こう我々の業界で言うと、番組って4月改編、うん、10月改編だから、はい、一つね、4月っていろんな入れ替わりがある時じゃないですか、はい、私もいくつか番組を離れたりしてるんですけど、なんかこうみんな最後にこうなんか言うじゃない、うん、視聴者の皆様ありがとうございましたとか、はい、こんな気持ちでやっておりまして、これからもこの番組を応援していますみたいなあるじゃないですか、うん、今なんか割とあっさり系が流行ってんのかな、ね、だってこのブラタモリのね、はい、タモリさんも最後について触れることなく、ホームページだけで最終回っていうね。そうでした。ある意味タモリさんらしいっていうか、もうベトベトしてないっていうかね、はい、なんかこうさっとこう風のように、ね、っていうの素敵だなと思いましたけど、はい、私がね、とはいえ番組の最後ってそれなりに一生懸命やってくると思いがあるじゃないですか、はい、一番最初に番組終わりで挨拶したっていうのが、ニュース10っていう夜のニュースの番組で、もうそれ番組自体が閉じたんですよ。あ、で皆さんなんかこう順番に5人ぐらいで出演者の人たちが一言ずつ言うっていうのがあって、ウドはアナウンサーだから尺調整で最後って言われて、はい、皆さんの聞いてたんだけど、やっぱみんな力こもるからさ伸びんのよ。思いがありますからね、多分ウドさんも30秒ぐらいって言ってたのに結果15秒ぐらいになって、でその15秒の中に、この後1年を振り返る映像が流れますとか言うから、はい、自分の挨拶、今日までありがとうございましたみたいな感じで全然心こもってないっていうか、もう尺キープみたいになって、それがまず一番番組終わり、番組終わらせる時の挨拶でしょ、はい、でもう一つは NHK の朝一という番組を離れる時に、番組離れる時は NHK を辞めることも視聴者の方にも番組スタッフにも仲間にも全然伝えてなかったので、本当に自分にとっては終わりで、最後の一日丁寧にやろうと思ってたんですけど、そういう日に限って声が枯れて出ないっていうね、もうなんか喉やっちゃったんですか、前日に、その最終日の前日に出演者と番組のスタッフと、はい、こう軽いなんてお別れ会みたいなのをお酒込みでやったんですよ。そこでちょっと飲みすぎたこともあり、はい、もうこんなかすれ具合じゃなくておはようございますぐらいの方なんですよ。でもう冒頭で命がもう有働さん喋んなくていいからって言ってたんですけど、はい、緊急放送だと なんかね、緊急ニュースが入ってきてやんなきゃいけなかったんですよ、はい、そういう時はまあやっぱり声出さなきゃと思うから一瞬出るんですけど、はいはい、結果それでね、押すって思ったようにいかないんですね。思ったようにこういうしっとりいこうみたいなのがね、ないんでございますけれども、ね、でも今ゼロに向けて何か考えてるんですか。いや、これね、送られる方って考えられなくて、いつもなんかねこうサプライズチックにやるんですけど。サプライズどうですか、有働さん。もう嫌。もう私だってさ、ニュースもそれは視聴者目線に立てばですよ、別にこのキャスターじゃなくても変わったらさ次のキャスターになり、でニュースは流れるわけじゃないですか、っていうか、まあ、メインニュースだから、はい、どうでもいいんじゃないっていう、その変わるのは、だからなんかこうお花束とかが、はい、あ、これもゼロのスタッフが聞いてたらぜひ花束とかはやっぱり、美しく見えるようで結果内輪でやってる感じがするから、タモさんみたいに終わりたいです ね、しれっと終わる感じ、しれっとね、もう言っちゃったから最終回ホームページでっていい、その手はなくなっちゃったけどね。そうですよね。ホームページぐらいでね、はい、
くぐらいが良かったんでしょうけどね。でもなんかスタッフもなんか有働さん寂しいみたいなあるのかなと思ったら、ないんですか、うん、この前プロデューサーにとにかく有働さん最後の夢で怪我をしないようにっていうでもそれは本心だと思います、うん、そうだねっていう、いや怪我ですよまず有働さん、うんうん、優秀の美を飾るとかじゃなくて怪我しないっていう前提っていうねもう本当怪我しないようにね、頑張らせていただきたいと思いますけれどもね、どんな最終回かちょっと見守りたいと思います、ねうん、でもなんかその春の季節にめちゃくちゃ嬉しかったのはアメリカアカデミー賞ね、はい、困っちゃうゴジラマイナスワンと、そして君たちはどう生きるか、はい、どうでしたあれ。いや日本の作品が視覚効果賞って、だって制作費が全然違うんですよね海外と、うん、もうお金の問題じゃないんだなと思いました、うん、本当にね、うん、なんか日本人のこうものづくりの形、一つの形だと思うんですが、それが全てでそれが素晴らしい、それだけが素晴らしいということじゃないと思いますけど、はい、なんかそれを褒めてもらった、ちゃんと評価してもらえたっていうことの感じと、うん、山崎隆監督がゴジラマイナスワンで作った白組というチームについて言ってたのは、もう今ハリウッドって全部分業制でこの CG はこうとか色はこうとかですけど、全部やるってい う, こう濃厚型、みんな日本人は種をまいて、はい、水をやって稲を育てて米を買って脱穀してっていう、それをやることに長けた民族だから、そのやり方が合ってたんじゃないかっていう話をされてて、なんかそれも聞いていたから、なんかこう日本人の存在そのものが評価されたような気がして、ちょうど311の取材で宮城に入ってたんですけど、そうでしたよね、で朝テレビつけてたら速報が流れて、はい、もう飛び上がるぐらいうおーみたいな感じで、うん、すごいこの2つの受賞って日本人に、うん、勇気与えたなと思いましたね。そうですね、まあ、一方でね、はい、自民党の青年局のね、はい、20代はどう思うの。いやあれはちょっと笑っちゃいけないですけれども、コメントしづらいですねあれ ね。私なんか、まあ、全部間違ってると思いますけど、はい、言い訳の多様性は本当に多様性に対して失礼で、なんか その辺を言い訳に使うんかいっていう、そんなぐらいのことに、はい、っていうか多様性ってこうみんなでそれこそ認識されないところから大事に大事に育ててきて、知らんがなっていう人たちにも、あ、知っとかなきゃにいいなってきて、社会が多様性っていう言葉を当たり前のように使えるようになってようやく来たのに、そこで使うのかと思って、せっかくアカデミー賞でさ、日本人であることの誇りをさ、はい、思ったのになっていうね、また愚痴になっちゃってどうしよういいんですよ、有働さんの本音をぜひ有働ラジでは、この愚痴を払拭するにはあの方のお話の方がいいんじゃないですか。はい、今日の一曲目なんでございますけれども、はい、福山雅治さんが、はい、今日夜10時からオールナイトニッポンゴールドを担当されるということでございましてね、ちょっとコメントも届いてる、ウドラジのためにいただきました。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、そうなんですね。じゃあちょっとまずは曲を、福山雅治さんで瞳。ねえ瞳、咲き誇ったその花、蜜蜂が風を切って花粉を運んできて、やっと咲いているんだね。あなたが望む、あなたを見つけるように、そうなれるように願い込めました。そして輝くものや華やぐものを支えている、名もなき努力を見つけて、僕
す人は嘘つきで、だけど本当に怖いことは嘘をついてることに気づかないこと。今を生きてることを分かち合える、分かり合える人と、道に迷って間違えそうな夜を支えてくれ、愛してくれる心見つけて、あなた悔しい涙を見て、僕は思うでしょう、綺麗と思うのでしょう、その痛みであなたはまた優しくなるでしょう。ねえお父さん、私からもいいかな、思ってることの全てはわからないんだけど、ねえお父さん、これだけはわかるよ、心配させたくなくて、そうやって私をみんなを笑わせて、目に見えるものはほら見えないものでできてる。うどうさん、熊谷アナ、うどラジオをお聞きの皆さん、こんにちは、福山雅治です。いや、うどうさん。はい、はい、はい。うどうさん。はい。近くと言いますか、最近お会いしましたが、うどうさんとは、テレビの方で。うどうさんというのは本当にこう、素敵な方で、以前、僕は朝市にお邪魔させていただいたときに、はい、おにぎりをですね、朝早いんですよ、朝一なんで、名前の通り4時だか5時だか、まあ4時台じゃないか、5時台かなに入って、有働さんが握ってくれたおにぎりおむすびが楽屋に差し入れしてあるんですよ。嬉しかったな、あれは。そんなことやってくれるんだ有働さん、これ出かける前に作ってきてるんだなと思って、そういうおにぎりを作ってくれる有働さん、朝一でね、当然爽やかなだけどズバズバ言うところもある気持ちのいい有働さんで、お食事もさせていただいたことがあって、もう全方位に気遣いされる有働さん、語学も堪能でいらっしゃるでしょ。ただね、唯一ね、やっぱ国民が心配している、うん、飲みすぎじゃないか有働さんそこですよね。それは福山さん、僕も大変心配しておりますそんな僕がですね、有働さんにおすすめしたい、良い睡眠をとっていただきたい、うん、そんなラジオをやります。今夜夜10時から福山雅治のオールナイトニッポンゴールド、睡眠は金なりという、睡眠をテーマに各方面からですね、様々なデータを集めながら、様々な先生方にもご参加いただきながら、睡眠について
深夜放送で語っていきたいと。聞いてほしいのか寝てほしいのかどっちなんだみたいなことになっちゃってますけど、ぜひ有働さんも聞いていただきたい、睡眠について。今夜夜10時からです。ぜひお聞きください。有働さん、またお会いしましょう。福山雅治でした。やんやんやん、マシャの声聞いたら興奮して眠れなくなるから睡眠にならないみたいなね。いやいや、もう本当にお恥ずかしい限りでございます。いろいろね、一緒に飲みに行ったこともあるんですね。ありますね。人のことおっしゃいますけど、福山さんも結構お飲みになるんですよ。そうなんですか。うん、ただやっぱり福山さんの方がもっと人を見てて、なんかこうみんなをこう差配するみたいな感じがあるんで、完璧に酔っ払ってる姿は見たことがないんでございますけれどもね、いつもいいお酒をお飲みなので、福山さんのお酒の会はいい酒飲めるぞっていう会でございますけれどもね。おにぎりもね、今考えたらさ、コロナ前だからさ、握ってましたけど、ちょっと気持ち悪いよね、コロナを経てさ。バイキンとは言わないけど、いや、もうちゃんとすごい手をもうね、洗ってましたけど、まだああいうビニールをつけて、手袋つけてやるっていうことじゃなかったから、普通に手で握ってたんですよ。大丈夫です。福山さんがあんなに喜んでらっしゃいましたから。もうなんか今考えたら、あれですけど、ありがとうございます。覚えてていただいて本当に。聞きますね。はい。オールナイトニッポン。はい。福山雅治さんのオールナイトニッポンゴールド、睡眠は金なりは今夜10時からです。ちなみに、オールナイトニッポンのパーソナリティを務めるのは、オールナイトニッポンの55周年特番以来、およそ1年ぶりとなります。あの声が。そうなんです。今日はね、世界睡眠デーということで、睡眠をテーマに2時間たっぷりと語ってくださいます。ぜひお聞きください。実に面白い。実に面白い。たかし、車高く売れそうだぞ。他とは比べた？いや、面倒だろう。呆れた。買取店で18万8000円くらい差があるのに。父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の買取額が分かるサイト。あとは一番高いのを選ぶだけだよ。すぐに車たかしで検索。車たかし。鹿児島県産の新バレー車は南国の温暖な気候で育ち、風味豊かで皮ごと食べることができます。ビタミン類も多く、ポテトサラダや素揚げにするのがおすすめ。鹿児島県産新バレー書をぜひお召し上がりください。 JA 鹿児島県経済連。 FM93AM1242 日本放送、有働のラジオ、有働ラジ。ウドのラジオ、ウド由美子がお送りしています。ちょっと、ね、まだ引きするんですか。今夜のオールナイトニッポンゴールドに備えてそしてアシスタントは日本放送熊谷美穂です。熊ちゃん、引き続きよろしくよろしく。結構似てるでしょ。いや、あの福山さんの真似って皆さんでもやりたがりますよね。なんかやりたくなる、できそうな気がして絶対できないですよね、はい、近づけない、はい、というわけで本日のメッセージのテーマはこちら。しばらくやってません。お久しぶりね。習い事、趣味、スマホのゲーム、通ったお店、あれほど夢中になったものなのに気がつくとしばらくやっていないもの、そんなエピソードを送っていただきました。私はね、はい、あの調理器具なんですけど、コロナ禍で買った焼き鳥器、焼き鳥ぐるぐる回ってこう、言ってたね、遠赤外線で美味しく焼けるっていう、あれ 1,2 回使っても倉庫にしまって、まあ、あるあるですけどね。あと串揚げ器っていうのも買ったんですけど、ごめん、串焼き鳥器を買って、はい、ほとんど使いませんでした、にもかかわらず、そう、懲りずにね、また買った。串揚げ器ってどういうの。ちっちゃい一人用のこう串揚げセットなんですけど、そこに油入れて揚げるわけ、はい、ちっちゃい網もついてきて、それも一回使ってもう倉庫に全部パッ。ごめん、それって焼き鳥器の時点で気づくんじゃないですか。そうだ、勉強しないんですよ、なかなか。健康器具もそうよね。絶対やんないけど、見たらやりそうな気がして買っちゃう。あ、何なんでしょうね。なりますよね。やればいい話ですけどね。私はもう、しばらくやってないものって言えば恋愛ですね。恋愛か。やっぱりね、もうほら、残り人生の時間が少ないから、無駄なことをしたくない。少ない。無駄な体力を使いたくない。
っていう方もすごく多いと思うので、ね、そういう方のお話も聞いてますけどね。というわけで、はいはい、放送中のテーマメールの受付はございませんが、感想はハッシュタグウドラジをつけて X でポストしてください。ウドラジはひらがなです。すべてのメールコメントの中から抽選で3名の方にウドウが履くデザインの番組オリジナルのエコバッグをプレゼントします。何これ、恋愛に罪はないとかこうフォローしといた方がいいやつ。している人はしている人でいいですよ。ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。佐野厄除け大師の佐野水御地蔵尊では、お彼岸供養の申し込みを受け付けております。春のお彼岸には、佐野厄除け大師の水御地蔵尊へどうぞ。ご遠方の方はお手紙でお申し込みください。お問い合わせは、0283-22-5229 です。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買い取りはカメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。時刻は3時57分になりました。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の海老名サービスエリアでトラックと乗用車の事故のため6キロ半の渋滞です。この事故の影響で下りは12キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネルで乗用車2台の事故の影響でアクアライン連絡道に伸びて8キロの渋滞です。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は50分です。首都高速道路の状況です。4号線の上りは幡ヶ谷で乗用車2台の事故のため中央道の神代寺バス停まで12キロ渋滞しています。湾岸線の高野ジャンクション方面に向かう東行きは空港中央で事故のため3キロ、葛西ジャンクションに乗用車が故障して止まっているため5キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は4時55分頃お伝えします。さて X で、みおたんさんがね、モノマネでしょうか…というふうに、ポストをしてくださってるんですけれども、まあ、これは皆さんに判断を委ねるということで、最近ちょっともう有働さんモノマネハマっているようなので、ぜひ温かい耳で、見守ってください。よろしくお願いいたします。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 アパートマンション空いてて困った。どなたか借りてくださいな。それならザ・ビール。築年数
数問わず空いてるお部屋借り上げます。一部屋からの賃貸保証はリーブライフ21のザ・リーブにお任せ。045-325-5600。ザ・リーブ。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。一日車検が安い、コバック、コバック、車検のコバック。僕は午後4時になりました。パーソナリティは宇藤由美子でございます。アシスタントは日本放送熊谷美穂です。あ、しまった、これもマシャでやるの忘れた。多分もうリスナーさん飽きてると思います。もう一回やらないの？やりたいんですか？時刻は午後4時になりました。パーソナリティは宇藤由美子でございます。ごめんなさいでした。すごく無駄な時間を無駄な時間をごめんなさい。恋愛するなんて無駄な時間だったけど、今の方がもっと無駄な時間だってごめんなさい。で、今日のメールテーマはしばらくやってませんでございます、はい、ご紹介します。はい、東京都すもももももんがもももじゃないさん。新しいな。私が出かけるとき、逆に妻が出かけるとき、以前は行ってらっしゃいのチュッをしてました、うん、しかし2020年以来しておりません、うん、そうです、コロナです。家庭内感染予防のためにやめました。そっか、家庭内もだもんな。でももうコロナ前の普通の社会に戻ってきてますよね、うん、私としては復活したいのですが、なかなか恥ずかしいので言い出せません。もう無理なのかな、うん、むしろ大チャンスじゃん。だってさ、はい、その毎日チュッとしてた時にも、うん、キュンはあったと思うんですけど、はい、しばらくしてなくて、うん、いつしよう、どうしようって、初恋のね時みたいな感じで、むしろ100倍楽しめるじゃないですか。じゃあお互いにそのしたい気持ちはある、あると思いますよ。そうですか。だからある日決めていいんじゃないですかね。いつがいいですかね。いつがいいんだろう、うん、まあ思い立ったらですよね、うん、でもこうそう思ったのに 2,3 日できないみたいなのもいいじゃん。すごいいいじゃん。むしろいいじゃん。宇藤さん、恋愛したい欲はないけど、こういうのはときめくんですか？人のやつはね。人のはいいんだ、うん、自分のはね。だってもうどうせほら始まった時から終わりを見据えてるから。いや、それさっき聞いてて、うん、じゃあなんで付き合うんですかと思って。うん、それは最初は雷が落ちるからよ。でも雷落ち続けないじゃん、はい、落ちても10分とかじゃない。もう仮に30分の雷なら相当だけど、その後はもうほら、しとしと雨が降って止んで晴れちゃうわけじゃないですか。そんな切ないものでしたっけ、うん、恋愛。そうすると日常とか、うん、最初は全てが素敵だったのが、はい、どんどんさ、いいや待ってろやとか、先行くなやとか、なんかさ、買ってこいやとかになるわけでしょ。、はい、皆様のお話を聞くとですよ。まあまあまあ、そういう瞬間もありますよね、うん、それが行き着くところの一番のところを見たくない、手前の、もうギリ、もうこれで大嫌いになる前に別れておきたい。なる、いい時にね、うん、もうだからスタートした時からそこを狙ってるから、うんうん。どうせ終わるからちょっとね、もはや無駄と思いましたけど、うん、こういうのはキュンキュンきます。 いいですね、いいな。してください。したらまた教えてくださいね。ね、すもももももんがもももじゃないさん。はい、さあ、そして、福井県ラジオネーム M さん。M さん。私のしばらくやってませんは、喫茶店のマッチ箱集めです。ほう。若い頃は近くの喫茶店から近くの県まで車で出かけるほど、喫茶店のマッチ箱を収集するのにドハマりしてました。うん。部屋の片隅を埋め尽くすほどの数でしたが、夢中になっている時は価値を感じるものも、時が流れて喫茶店の数が減少傾向になるにつれて、喫茶店のマッチ箱を集める気持ちも冷めてしまい、あらら、現在はしばらくやってません。でもマッチ箱な、もうその文化ないでしょ。ないですね。マッチ箱あったわ。で、子供ながらに別に使うわけじゃないのに、父親が持ってきたやつの綺麗なマッチ箱の柄のは撮ってましたもんね。みんなタバコ吸うから。タバコでしたよね。あと、まあ仏壇のね、ろうそくに火をつけるのに、なるほど、その今みたいにチャッカマンみたいなないから、マッチだったから、うん、マッチのつけ方って親に教えてもらっても、やけどしないようにこうするんだよとか、こうやったら人に
飛んじゃうからっていうのを教えてもらいましたけどね、はいはい、私の世代は理科の授業でマッチの付け方って授業で習うのかありましたよ。はあ、うん、そう、なんかマッチ箱っていっぱいあったな。最近もマッチ自体があんまりね、そうですね、見ない。昔は本当に喫茶店でタダでくれたのよ。え、あ、そうなんですか。そうそう、タダで、うん、最近なんかマッチ箱が売ってるの見て、うん、マッチ箱売ってるんだと思いましたもんね、確かにしばらく見ないな。なるほど、懐かしい。そして埼玉県戸田っ子ならっこさん。ならっこさん、僕は中学の時バレーボール部でした、うんうん、ある日の練習試合で14対1でマッチポイントを迎えてから僕が15ポイント連続サーブレシーブミスをして逆転負けを喫するというありえないことをしてしまいました。そんなことあるか。緊張してたのかな。練習試合ということもあり顧問の先生は僕を変えずチームメイトも声をかけてくれずでした。これを機に僕はバレーボールをやめました。かれこれ約40年バレーボールとの接触を絶ってます。40年となるとしばらくという域を超えてますかね。そうですね、こういうの重なるよね。あの先生とかは何だろうな、これ復調の兆しを持ってほしいから変えなかったのか、練習試合だからっていう、もしくはもうお前やっとけやみたいな感じになって結果やめるっていうね、うんうん、漫画だとそこから頑張って復調して日本一のねレシーバーになったり、ね、サーバーになったりするけれども、うんうん、はい、そしてはい、松戸市日鏡伸ばせさん、うん、私のしばらくやってませんは五目並べです、うん、囲碁好きの祖父との勝負でした。私が小学校から帰ってくると一つやるかと2階の書斎へ。普段から囲碁に夢中の祖父は頭の中が囲碁になっているためか時々小学生の私の方が先を読める時があった。お、決まり手の呼び名子さん、子子、飛び子さん、飛び子子、勝つと端っこに石を並べていくルール。おじいちゃんより石が一つ多いね、今日は冴えてるな。そんな会話をした夕方の時間、ああ懐かしい。囲碁はやらんかったから今の子さんとか子子が分からへんけど、でも五目並べはやりませんでした、うん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 、やりましたね、確かに。なんであれちっちゃい頃やってたのやらないんだろうな。オセロとかもしばらくやってないですね。ああ、オセロね、そうですね。だからなんか妹を一家見てると、はい、子供がいるともう一回やるじゃないですか、うん、大人の目線で、あ、幼稚園バッグってこういうことかとか、ハンカチゴムつけてあのここにつけとくのってそういうことかとか。え、どういうことですか。なんかあのほら白いパンツのゴムみたいなのに10円玉入れて、うんうん、ハンカチをキュッても常にここに、はい、あのお腹のところに来るように子供の時させられませんでした、うん、そうすると手洗ってもポケットから出すとかじゃないですか、うん、ここにあるからビヨーンって引っ張って手拭けるっていう。え、させられてない。あれ大阪だけか、また大阪の風習か。これやったかな。やった、知られてない。みんな首かしげてる。いや、あ、そう、幼稚園の時ってそれ意識しないでそういうもんだと思いましたけど、大人になって作ってあげると、はい、あ、なるほどねっていう、いろんなこういう囲碁をやるとか、子供とオセロやるとかがあるじゃないですか、はいはい、それはすごい羨ましいと思う。そうですよね、2回通れるっていうね、同じっていうか懐かしいっていう気持ちとともにね、うん、それ羨ましいと思うけど、確かにこのゲーム系はしばらくやってません。ありますよね。さあ、そしてはい、島根県浜田の美穂さん。美穂さん、しばらくやってなかったのは大爆笑です。ほう、お腹がちぎれるほどの、顔筋が引きつるほどの、しかもモノマネを職業としていない方のモノマネで笑ったこと、うん、先週の有働さんの中国人のお店に入った韓国人旅行客のマネ、もう爆笑でした。あれは間違いなく山中教師もジョギングの足も止まり、笑いすぎて悶絶されてたはずです。クマちゃんスルーしすぎよ。ほら、そうやな、クマちゃんからスルーされてからあの技一切封じていい、全然やってないもん。あれはうますぎたんです。お上手だったんですよ。で、私もちょっとびっくりしちゃった。え、ほんと、ちょ、私ちょっと忘れちゃったからしばらくやってなくて、はい、やってみて。はい、あの、やってみて。台本を用意しました。マジで準備いいな。ちょっと、いや、もうちょっと私も上手になりたくて、やっぱり私のを再現してよ。はい、はい、
私は餃子食べたぐでソウルから来ました。ここは焼き餃子ないのね。餃子は蒸すかスープ。ごめん、どっちがどっちかが全然わからなかったけど。ちょっと先生お願いしますよ。お父さん練習したんですよ。もう2回やったら、ほら餃子食べたくでちょっとこう東北っぽいなまりもソウルの方は入るんですかね。あの音程ね似てますもんね、はい、似てる部分ある。この使い分けがやっぱ有働さん絶妙なんですよ。マジで、はい、いや2回目やるとさなんかね、これ2回目やらないやつがいいやつですよね。そうなんですか。もうちょっとアンミカさんも出しちゃったもんね。え、あとはありますか。来週までに考えてきますね。じゃあまた浜田の美穂さんをちょっと浜田の美穂さんを、ね、大爆笑をさせるための何かをちょっと次週用意させていただきます。よろしくお願いいたします、はい、さあということで、番組の感想はハッシュタグうどらじをつけて X でポストしてください。うどらじはひらがなです。番組のはいこの後はちょっと今考えちゃったなんかやろうと思って、ね、すいません来週までに考えます。来週のお知らせです。台風にも雪にも強い落ち葉も入らない雨とい元旦ビューティー工業さんありがとう。お客様の笑顔が私たちの喜び。金属屋根雨といの住宅リフォームはフリーダイヤル 0120-09-4939 丸くよくサンキュー。元旦は会長に変わりました。お父さん昨夜もいびきすごかったね。そうか、最近仕事が忙しいからかな。昼間も眠そうで疲れが取れてないみたいだけど大丈夫？そういえば健康診断で血圧が高かったな。大きないびきをかいてる割に急に止まったりしてるよ。ちゃんと息できてるのかな。本当に？確かに朝喉が渇いてるしすっきりしないんだよ。それ睡眠時無呼吸症候群かもしれません。もしかしたらと思ったら病院へ。定人ファーマ。来週のお知らせの前に、はい、先ほどの浜田の美穂さん宛に思い出しました。私ができるもう一つのモノマネ、はい、いきます。んちゃあられちゃん、はい、ありがとうございます。いただきました。大丈夫です。大丈夫です。じゃあもう一個。もう一個クルッピー。それは何ですか。ガンちゃん。ちょっと あられちゃん見てない方には分からないと思います。すいません、すいませんです。はい、というわけで来週のお知らせ、メッセージのテーマはこちら。言い出せなくて涙浮かべた君の瞳に何も言えなくてまだ愛してたから。恋人に直してほしい癖、今日誕生日の私、店員さんに忘れられている自分のオーダー、電車の中で見たファスナーの開いている人、言わなきゃと思っても言い出せなかったこと、そのエピソードを教えてください。ありますかくまちゃん。私はね、小学生の時とかはやっぱりあのテストの点数が悪かった時に言い出せなくて、あ、親に。はい。でもくまちゃんなんか点数の悪いがなんか高そう。全然そんなことないんです。もうちっちゃくちっちゃく折りたたんでランドセルの一番奥に毎回しまって。本当？涙ず見つかってましたけどね。あ、うちは父親が怖すぎて、高速道路に乗っている車の中でトイレ行きたいが言えなかった、言い出せなかったね、はい、今考えたら言い出しちゃっていいっていうこともね。そう、言ってほしいですよね、それはね。でもくまちゃんあれでしょ、お店で注文がちょっと遅いとかには言えるタイプよね。言えちゃいます。なんだろうねその差は、それはなんかね言えちゃうし言った方がいいと思います、うん、なるほど、ね、本当に忘れてる時があります。いいです、言い出せなくての人から見ると、うん、そのクマちゃんがわからないみたいなね、羨ましいなのかわかんないですけど ね、そういう気持ちもあると思いますのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。はい、テーマは言い出せなくて。メールの締め切りは放送日の前日3月21日、来週木曜日のお昼12時です。思いついたら忘れないようその都度送ってください。メールは番組ホームページから簡単に送れます。アドレスはうどアットマーク 1242.com、 UDO うどアットマーク 1242.com です。メッセージは随時受け付けています。来週のお知らせでした。この後は日記族。
似てなかった。ごめん。ババババンズフリー、ババババンズフリー。それ何の歌？え、知らないの？ボンズフリー、完全無料でオンラインゲームが遊び放題。いつでもちょっと空いた時間に遊べるからめっちゃ便利。なんか歌も癖になるけどゲームも楽しそうね。ボボボボンズフリー、ボボボボンズフリー。ゲゲヒコです。今度のラブメロ土曜日の3曲、テーマは引っ越し。机、本箱、運び出された荷物の後は畳の色がそこだけ若いわ。そんな引っ越しソングを3曲お届けします。ラブ&メロディーは明日土曜朝8時半から。あ、それではカキが逆さまよ、ほうほう。クマ、卒業シーズンだな。そうっすね。姉さんの頃の卒業式ってどんな感じでした？卒業式なんて今も昔も変わんねえよ。歌歌って、校長の話聞いて、歌歌って思い出に浸って、歌歌ってちょっと泣いて、歌歌って写真撮って、歌歌って卒業証書もらって、そして歌を歌う。めっちゃ歌いますね。そんな歌います？卒業式っつったら歌だろ。思い出の卒業ソング。ラジオもテレビもこの時期は卒業ソングの特集がマストだ。誰が聞いても盛り上がる。まあそうっすよね。あ、この間も10代が選ぶ卒業ソングランキングってのが発表されてました。うおー、今の10代の卒業ソングか。それ興味あるな。1位はなんとぶっちぎりでレミオロメンの3月9日ですって。20年前に発売された曲だけど今でも1位ってすごいっすね。3月の風に思いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます。え、そこっすか？レミオロメンの3月9日でそこ歌います？じゃあクマおめはどこ歌うんだよ。絶対にここでしょ。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。お前、下手でもないけど上手くもねえな。いや、この歌難しいんすよ。つか姉さんも全然歌えてなかったっすよ。2位は？はい？だから10代が選ぶ卒業ソングの2位は？あー、2位はラッドウィンプスの正解っす。まあ姉さん知らないっすよね。これまあまあ最近の歌なんすよ。バーカ知ってるよ、これだろ。おーおーおー、どこっすかそれ。1番と2番の間だよ。野田洋次郎が叫んでるとこだよ。じゃあクマおめえどこ歌んだよ。間違いなくここでしょう。ああ、答えがある問いばかりを教わってきたよ。そのせいだろうか。僕たちが知りたかったのは、いつも正解など、まだ銀河にもない。一番大切な君と仲直りの仕方。大好きなあの子の心の振り向かせ方。何一つ見えない僕らの未来だから、答えがすでにある問いなんかに用などない。おめえその程度でよくそんだけ長く歌えんな。名曲も台無しだわ。すいません。いや、この歌も難しいんですって。あと姉さんはこの歌絶対に知らないっすよね。3位は？卒業ソングの3位は何だ？もういいです。あ、もういいです。その歌は知らねえな。歌ってみてくれ。歌じゃないっす。もう終わりっす。日記族。ごめんなさいね。まず、野田洋次郎さんのこの曲の、おーおーはどういう、どれが正解でしたか？え、これ、これは。ちょっと、正解が。正解、私もちょっと。おー。あ、そう。おーおーおー。あ、ま、
ちょっと違う歌で本当申し訳ないですね。ちなみにですけど、はい、10代が選ぶ卒業ソングの第3位、これは今かかっている旅立ちの日にだそうでございます。3位なんですね。すごいですね。でも学校でね、うん、習ってっていうかみんなで歌った曲が、はい、この名だたるアーティストの中に3位に入ってくるっていうのが嬉しいでございますけれども、はい、日記をつけている人たちを日記族と命名し、日記にまつわるエピソードやあなたの日記を私宇藤由美子が朗読しております。今日の日記はですね、市川市の幸子幸子さんからです。この春から大学生になる長男が小学校を卒業した時期のというこうちょっとしたもので勇気持てたり、うん、大丈夫って思えたりしますよね、はい、ありますよね、そういうものね。お守りがね、まあ、まずはでしょうけど、くまちゃん何かありますか？私もでも文房具、うん、やっぱ自分と一緒にずっといたものだったし、私もシャープペンシルとかも大好きだったので、うんうんうん、すごくなんか気持ちわかります。文房具ね、うん、あ、私はね、はい、できてる。何か、あ、これやな、あ、うんうん、パインやね、パインやね、うんうん、今もうこれ手に入んのな、巾着大変やけど、あのナレーションの前にこれの、あの舐めといたらかまへんねん。アメちゃん出てきた。うん、なんかね、いろいろありますけれども、ちょうどさ、私も、はい、いやー、あんた大阪のおばちゃんみたいに蜂蜜アメ持ってるアメちゃん交換すんのよねもう本当に幸子幸子さん、ありがとうございました。はい、日記族ではあなたの日記を宇藤さんが朗読します。昔の日記を書き起こすか写真に撮って送ってください。アドレスは udo@1242.com、 件名には日記族と書いてください。このコーナーで日記が朗読されますと優先的にエコバッグ差し上げています。この後映画コーナーなどを挟んで4時40分ぐらいからまたあなたからのメールを紹介していきます。この後はウドラジムービーFM93AM1242 日本放送うどんのラジオ、うどラジ。ここで未来アクションフェス実行委員会からのお知らせです。3月24日国立競技場にたくさんの方が集まり、若者の声を国連に届けます。核兵器の廃絶や気候危機の解決へ、創造しよう私たちの未来を、クラファンも実施中。詳しくは未来アクションフェスで検索。ラジオパーソナリティ佐久間の話し足りない毎日、佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ2022から2023が不走者から発売中。豪華ゲストトークや私佐久間が全力で答えた佐久間信之の一問一答も必見です。詳しくは日本放送イベントホームページまで。元男組成田昌司の参加するバンドユニット成田トーマスシンプソン、3月14日に開催された横浜公演の見逃し配信チケットを販売中。配信期間は3月21日まで。お問い合わせは日本放送イベントホームページまで。 FM93AM1242 日本放送うどんのラジオ、うどラジ。続いてはちょっとブレイク、ウドラジムービーです。映画パーソナリティのことぶきつかささんにおすすめの映画を紹介してもらいますが、おかえりなさい。 ありがとうございます。映画パーソナリティことぶきつかさですが、まあ、先週ねお話ししたように、今回あの第96回アカデミー賞現場でちょっと取材してきました。すごくないですか、今回のアカデミー賞の現場にいられたって、うん、2作品が日本の、うん、はい、アカデミー賞。そうそう、で特にね今回、まあ、取材で行ったんですけれども、授賞式の前日に山崎隆監督にもお会いできたし、あと役所広司さんにも僕インタビューできたりとか、あとねあのパーフェクトデイズのね、うんうん、ビム・ベンダースとすれ違ったら僕彼の T シャツ着てたんですよ。で僕ほら映画 T シャツ好きだから、うん、そしたらあれお前いい T シャツ着てんなってビムに言われて、うん、サインしてくれて、そう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 、で日本領事館で監督なかなかサインしないんですよ、もうみんな来ちゃうから、マスコミ集まってるから、だけどしてくれてみたいな。うわーすごいいいな、いやスペシャルな。そうで、そのあたりちょっとね、あの X とインスタに上げたんで、もしかしたら見てください。しっかりチェックします。ありがとうございます。さあそういうわけで本日のメールテーマ、しばらくやってませんということで、私映画パーソナリティことぶきつかさが選んだ作品こちら、ナイアド、その決意は海を越える。
まあ、こちらの作品なんですけれども、まあ、64歳でフロリダ海峡を泳いで渡るという偉業を成し遂げたスイマー、ダイアナ・ナイアドの、まあ、実話を元にした、まあ、映画なんですね。めちゃくちゃ簡単にお話説明しますと、まあ、マラソンスイマーを引退して30年経ったナイアドが、いや私には夢があると、要はキューバからアメリカ大陸まで海を泳ぐという目標を再び達成するために頑張りますよっていう、どうなるかっていう、まあ、お話なんですけれども、うん、先ほど、まあ、アカデミー賞の話したじゃないですか、はい、実はこのナイアド、その決意は海を越えるという作品、まあ、主演のナイアドを、まあ、アネット・ベニング、そして、まあ、そのナイアドを助けるサポートする人物ボニーを、まあ、ジョディ・フォスターが演じてるんですけども、うん、アネット・ベニング、ジョディ・フォスターともに今回の第96回アカデミー賞で主演女優賞を助演女優賞にノミネートされました。要はダブルノミネートされてるって、それぐらいこの作品が評価されてるってことなんですが、くま、はい、ちゃん、ナイアド見ましたか？見ました。どうでした？もうなんかすごくちょっと有働さんに重ねて私は見てしまったんですけど、どういうことすごくね、毒を吐くわけ、毒、いやめちゃくちゃナイアド、それすごい、ナイアドってめちゃくちゃわがままなんですよ。いや、あらめちゃくちゃわがままで、もう周りのスタッフ、いやあんたら私と一緒にいるんだから、うん、世界一のチームなのよ、うん、やめたけやめりゃいいじゃんみたいな、やれよちゃんとやれよみたいな、ちょっとそういうとこ、いや、そういうとこある、私そういうとこある、そういや言ってないよ、ね、我慢してるよ、私が我慢してると思ってちゃった。すごくね、意志が強くて冒険心がこう何歳になってもある人なんですよ、うん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 、なので周りにその夢をこう応援したい人がどんどん集まってきて、うん、本当にこう勇気をもらえる作品ですし、そうあと、ことぶきさんの水中の中の映像の撮り方に驚きました、うんうん、そうだからすごいのよ、だからそのね、キューバからアメリカ大陸まで行くまで、もちろん海流が激しいから押し戻されちゃうのもあるけど、もうそのサメとか、もうクラゲとか、もうやられちゃうわけ、うん、で本当は檻の中で泳いだりするんだけど、その檻を外すわけ、うん、でね、面白いのが、要は変な話ね、サメが来るからじゃあ退治しようって言うけど、サメをね、あやめることができない。なぜか、有働さん分かります？ナイアド泳いでますよ、うん、サメ来ますよ、うん、じゃあサメしょうがないけどサメ撃つじゃないですか、うん、これ撃てないんですよ。なぜか、サメを撃ったら血が出て、もうサメが集まってきちゃうんですよ。ああ、むしろそう、だから棒みたいなもんと思って、あ、逆にやめろって、そんなすごく原始的なことでしかサメを退治できないと、でしばらくやってません。だからナイアドは20代後半に挑戦するんです、うんうん、キューバからアメリカ大陸までの水泳を、うん、ダメだったんです。で彼女はスイマーを諦めて、まあ、ジャーナリスト、コメンテーターとなるんだけど、30年を経てしばらく泳いでなかったにもかかわらず再びチャレンジするから、まあ、今回のテーマでナイアドを僕は選びましたと。はい、じゃあ何点ですか？85点。毎回なんか食い気味なんだよな、中途半端だよ。何85点30年ぶりに挑戦っていう意味ではしばらくやってないんですけど、いいよ、ね、60歳に泳いでから64歳までコンスタントに挑戦してるんですよ、うん、挑戦したね。それはしばらくやってませんではありません。ちょっと待ってよ、去年も泳いだしみたいな。そう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 、いや30年以上、ね、うん、彼女は現役を退いて、うん、泳いでなかったんですよ、はい、それをテーマで言ったら、その後3、4年練習したから、はいはい、テーマとは違いますって。そうなんです。こんなのヘリクツ以外の何者でもないよ。本当だよ。でも作品は本当素晴らしい。作品は素晴らしい、当たり前だろアカデミー賞で選ばれてるんだよ。見てください、永遠に続きます、はい、ちょっとブレイクウルトラジムビー、何永遠とね、あの泳ぎをかけてる今ね、本当に素晴らしい。気づかないと、うまちゃん遠泳と遠泳と永遠をかけたんですよ。いやいや、意識ですよこちらいやマジでね、あのね、今までいっぱいクマちゃんの失言暴言あったけど、今日ねこれナイアド見て、ナイアドと有働さんが被るって相当なコメントよ。いやいやいや、めちゃくちゃ暴君だから、暴君心してみますわ違う、いい作品紹介してもらったな、本当に今日も。ちょっとブレイク、有働ラジムービー、ことぶきつかささんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。FM93AM1242 日本放送、有働のラジオ、うどラジ。
古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。ここで、ネクスコ東日本からお知らせです。ドライバーの皆さん、もし高速道路上で事故や故障が起きてしまったら、何に気をつけ、どのような行動をすべきかご存知ですか？まずはハザードランプをつけて、路肩など安全な場所に車を止め、安全確認を行ってから車外に出てください。次に、同乗者を車より後方のガードレールの外側など、安全な場所へ避難させてから、発煙筒や停止表示機材を設置し、後続車に自社の存在を知らせてください。そして、ドライバーご自身も安全な場所まで避難し、110番や非常電話、道路緊急ダイヤル、シャープ9910などで、事故や故障の状況を通報してください。高速道路上において、一般道と同じ感覚で行動するのは大変危険です。事故や故障が発生した場合でも落ち着いて行動することを心がけてください。ネクスコ東日本からのお知らせでした。夕刊フジイブニングチェック。この時間はオレンジ世代を応援する夕刊フジがお送りします。夕刊フジ電子版めっちゃお得な220円キャンペーン。最初の月は無料、翌月翌々月は月額1100円が220円に。健活手帳、安倍晋三連載集など特別号も契約中なら追加料金なし。映画割引など優待サービスも豊富。今すぐ産経電子版夕刊フジを検索。続いては夕刊フジイブニングチェックです。夕刊フジの記者の方とつないで今日発売のおすすめ記事を教えてもらいます。報道部の宇野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。今日はですね、これまでネット通販、インターネット通販の安値構成で、ちょっと煽りを受けてきたですね、家電量販店が、はい、巻き返しを図るチャンスが訪れているという記事になっています。はい。で、家電の話をすると、これまでですね、経産省の統計にあるんですが、生活家電のネット通販での売り上げというのが5年々増してきてですね、2017年に 30% だったのが、はい、昨年2022年には 42% まで増えているということで、その店舗での直接販売というところがこう煽りを受けているわけなんですね。はい。で、ただ最近の流れなんですが、これ指定価格制度というちょっと家電の業界で新しい仕組みができてですね、指定価格制度、はいはい、これ大手メーカー、一部のメーカーなんですけども、例えばその洗濯機とか食洗機、掃除機とかですね、その比較的高額で質の高い製品なんかを、メーカー側から小売の方に価格を指定してですね、はい、売ってもらうという仕組みが割といろんなところで進んでいるという流れがあります。なのでネット通販であろうとも店舗であろうとも、同じ価格にこれからはなっていくという傾向が出てくるわけですね。はい。で、こうした流れの中でやっぱり店舗の方では盛り返したい、顧客を取り返したいということがあって、はい、各店舗いろんな取り組みをしているということでした。うん。で、一例を紹介すると、神奈川に拠点を置いている野島という家電量販店はですね、はい、例えば店員さんに家電の省エネ性能に関する社内資格というのを取得をさせるということを促進してですね、はい、で、例えばその洗濯機、ある程度こう高額なものであっても、例えばその年間の電気代とこう換算してこう何年使うと元が取れますよなんていうふうにお客さんに説明するようなですね、ことができる社員を育成したいだとか、もしくはビッグカメラの例だと、はい、その民間の試験で家電製品アドバイザーという資格があるんですけれども、
これを取得した社員の方に対してまたこう資格というものを与えるという、はい、あの制度を作ってですね、でより高いクラスの資格を取った社員には、まあ、その手当なんかもつけるなんていうことをやっていたりしてですね、要するにまあその店員さんのお話を聞きたくなったり、そのお店にやっぱりお客さんが来たくなったりっていうような取り組みを各社やってるということでした。やっぱりネットもいいですけれども、家電量販店の皆さんの知識の量ってね、毎回驚きますよね。やっぱりそうなんですよね、はい、ですんでなんかこれまでは多分そのメリットもあったので、店舗に行ってネットで買うなんていうケースもあると、店舗で実際見てですね、その後でもネットで買ってしまうなんてこともあったんですが、なのでちょっとこれからちょっとどうなっていくのかという動画が非常に見ものだと思います。そうですね、注視していきたいと思います。はい、夕刊フジイブニングチェック、海野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。夕刊フジ電子版めっちゃお得な220円キャンペーン、最初の月は無料、翌月翌々月は月額1100円が220円に。健活手帳安倍晋三連載集など特別号も契約中なら追加料金なし、映画割引など優待サービスも豊富。今すぐ産経電子版夕刊フジを検索。夕刊フジイブニングチェック、この時間はオレンジ世代を応援する夕刊フジがお送りしました。さあ、今日の日本放送ラジオリビングは大人気の純金騎兵ネックレス、改めてご紹介します。先日ご紹介しまして、やっぱりね、お申し込み殺到しました。なんとか今回数量限定でご用意することができました。人気の理由はやっぱりお値段なんです。金価格がもう日に日に高騰している中、2割引きという圧倒的に安い価格でご用意できたからなんですよね。まあ、スタジオにも入ってきましたけれども、眩しいですよね、この輝き、存在感がやっぱりすごいですね、ゴールドって。そうなんですよね、ぜひね、手に有働さんも取っていただきたいんですけれども、ゴールドといえば今夜折れてるけど、やっぱり金は違うね。福山さん、この輝きが、福山さん、なんずっしりとね、重い感じが、唯一無二の存在感、僕みたいなっていう。素晴らしい。そうなんです、福山さんに今おっしゃったようにですね、やっぱりこの唯一無二の存在感、そして純金ならではの山吹色のきらめき、何度見ても圧巻の一言ですよね。まあ、今世界的な物価上昇の影響でインフレに強い実物資産として、金を世界中の皆さんがこぞって購入しているんです。資産を守るには金というふうにも言われております。で、金価格なんですが、もう大変なことになっておりまして、先週1グラム1万1000円を超えて、そこから史上最高値を続々と更新しております。今年に入ってからも金価格はね、ずっと上がっていまして、金に対する注目がより一層高まっているんです。上がりっぱなしって僕の評価的な感じ、金と僕ぐらいじゃない？はい、過去5年で金価格を見てみますと、日々変化はあるんですけれども、右肩上がり、なんとおよそ2倍にもなっていまして、専門家は今後ますます上がっていくというふうにも予想しております。いざという時のために、資産の一部を金で持っておこうという方にとっても、世代を超えて代々受け継いでいける一品となるはずです。純金騎兵ネックレス 10g で特別価格税込み19万4000円、 30g はお値段税込み56万8000円、そして圧巻の 50g、 ある専門店では同じ重さで110万円以上するものもあったところ、特別価格税込み92万2000円となります。なお、準備している数には限りがあります。追加も一切できません。売り切れ次第終了となりますので、この大チャンスをお聞き逃しなく。確かにね、去年買っておけばって思うことがまた半年後に思う、はい、ね、起こるわけですもんね。そうなんですよ。しかもですね、あのグラム数の大きい方がやっぱりラジオリビングでは圧倒的に人気となっております。はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 までどうぞ。デザインは定番人気の騎兵タイプです。スタンダードな2面カットで長さは50センチ。まあ、身につける資産として男性女性問わず人気が高いというふうになっております。で、品質の証となる造幣局検定マークもバッチリ入っています。まあ、また資産価値としてはもちろんなんですけれども、勝負の金、強さの金というふうにも言われておりまして、自分の格をぐっと上げてくれるアイテムとして人気が高いんですよね。
まあ、例えば野球選手の方ですとかアスリートもかっこよく身につけているのよく見かけますよね。そうですね、うん。まあ、そんな中金というのはすでに掘り尽くされつつありまして、今世の中にある金を世界中が買い求めているわけですので、希少価値はどんどん高まっていきます。ぜひラジオリビングの特別価格でご紹介できるこの機会にどうぞ。純金貴幣ネックレス 10g が税込み19万4000円、 30g は税込み56万8000円です。一番人気の 50g は税込み92万2000円です。また資産価値として人気のある純プラチナもご用意しました。こちらはお電話でお問い合わせください。関東1都6県は送料込み、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 まで、ぜひどうぞ。料理の道具はかっぱ橋カジワラキッチンサプライ。プロの料理の道具は何でも OK。 厨房設備一式からキッチンのレイアウト、お店の内装もお任せください。お店一軒丸ごと揃うプロの道具はかっぱ橋カジワラキッチンサプライ。街をほのかに照らし、いつしか風と共に消えていく果たせない約束と悲しみの抜け殻を乗せて、月はいつもポケットの中で輝いていました。麦 100% 大分麦焼酎二階堂。過払い金の確認は0120-99。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。腹減った。ラーメンでも食べに行こっか。そうね。味噌ラーメンがいいわね。俺はニンニクが効いたのがいいな。味噌ラーメン？ニンニク。それなら車屋ラーメンにしなさい。秘伝の味噌味車屋ラーメン、今日も元気に深夜まで営業中、車屋ラーメン COJP。 タイヤのことなら小島タイヤにお任せください。プロの技術がお答えします。平塚129号線沿い小島タイヤ。伊勢原コクピット小島もよろしくね。うちの農地いつまで貸してたっけ？そろそろ契約が終わる時期じゃない？更新の手続きってどうすればいいんだっけ？令和5年度から農地の貸し借りや更新の方法が変わっています。まずは市町村に確認を。ご相談なら千葉県農地中間管理機構へ。 FM93AM1242 日本放送うどんのラジオ、うどラジ。うどんのラジオ、うどん由美子はお送りしております。一つ訂正とお詫びがございまして、はい、私が先ほどクルッピーと言った、うん、ドクタースランプあられちゃんに出てくるキャラクターのことを、はい、ガンちゃんとお伝え申し上げましたが、正しくはガッちゃんでございました。お詫びして訂正申し上げます。失礼しました。ごめんなさい鳥山先生、すいません。でも本当に好き鳥山先生の作品大好き、うん、もうあられちゃんずっと好きですよね。そう、うん、もうモノマネしてたし、あられちゃんメガネも買ったし、うん、もうだったので、永遠に本当に作品を私たちの心の中に残しますでございます、はい。さあ、そしてメールテーマはしばらくやってませんです。はい、町田市のラッキーピノレオさん、うん、しばらくやってませんは親孝行です。子供は親孝行してない、うんうん、子供が小さい時は子供の成長を見せに行くことが親孝行と思い、うん、年に数回帰省していました、うん、しかし息子たちも中学生くらいになると行きたがらず、実家から疎遠になっていました、うん、大学でずっと働いている私、ようやく今年昇進できました、うん、母親にはずっと苦労をかけてきたので昇進の報告を持って先日久しぶりに帰省しました、とても喜んでました。そうやろ、こんなに喜んでくれるならもっと小さなことでも探して親孝行した方が良いなと感じました。うん、次の親孝行はいつになるのか。だってもう毎日でもいいよ本当に。
私はあの思いついたら電話をするにしてるんですけど。あ、電話なんですね。うん、一回帰るも一番喜ぶでしょうけど、うん、なかなかそんなね週に1回とか月に1回とか難しいとすると、はい、電話でもいいからね、うんうん、した方がいいと思う。そうですね。そうで本当にしようと思った時に親はいないって言いますけど、してたつもりだけどやっぱりあのしてたつもりでもいなくなると、うん、あもっとこうしとけばよかったっていうのはもう取り返しのつかないのが親孝行なので、うん、本当にあのラッキー。電話か。そうそう電話でいいんだよね、うん、別に今日転んだとかでもいいし、転ばない方がいいし、ごめんなさい。それ不動産の実体験ですよ。今日漫画読んだとかでもいいから、うん、なんかしてあげる。これはなんかしばらく開けずに癖に監修にした方がいいと思いますね、うん、真面目に。はい。そして、埼玉県三女さん。しばらくやっていないのは20代から30代か半ばまでやっていた合コンです。世間のイメージは合コンはチャラチャラしたもので、あえて食事会なんて言い換える人もいますが、職場が男性だらけで出会いのない私は合コンを楽しむとかじゃなく本気で伴侶を探しに行ってました。付き合えたこともあったり振られたこともあったりしましたが、未だに独身です。出会いが多そうな職場が羨ましいです。言っとけ、これはしばらく開けちゃダメよ。もうここね、今40歳の方でしょ、はい、10年空いたら本当にいらなくなるから、そうなる前に言っとけ、うん、合コンはしときましょう、しばらく開けずに。はい。時刻は4時46分です。この時間は街角ステーション噂を求めてどこまでも、毎回番組レポーターの箱崎みどりアナウンサーが街の噂を聞きつけて出かけて行きます。箱崎さん。はい、日本放送の箱崎みどりです。私は今立川駅からほど近い国営昭和記念公園に来ています、うん、日中はね今日暖かかったんですが、はい、風も強くてだんだん日が暮れてね寒くなってきています、うん、今回はここ昭和記念公園で明日3月16日から開催されるイベント、フラワーフェスティバル2024をご紹介します。今見ごろの花、そしてこれから見ごろを迎える花まで、ようやく訪れた春たっぷりお届けします。街角ステーション噂を求めてどこまでも。私は今国営昭和記念公園に来ています。いよいよ明日から春のイベントフラワーフェスティバル2024が開催されますが、今ねもう目の前には綺麗な花が咲いています。いいですね。こちらお話伺いますよ。広報の原島さんです。よろしくお願いします。原島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今目の前にあるこの綺麗なお花、春の代名詞菜の花ですね。はい、2月中旬頃から少しずつ咲き始め、現在まさに見ごろとなっております。背が低いので黄色の絨毯のように美しく広がっています。本当にね見事に咲いていまして、大きなレンズのついたカメラを構えたご夫婦や、予定が合わなくて今菜の花でお花見をしている会社員の一行などいらっしゃる中、うん、制服姿のお二人にお話伺ってみましょう。こんにちは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 。二人はね、あの卒業証書と花束を持ってるんですけど、高校生。そうです。卒業式だったんですか。昨日です。あ、ということは、うん、今日わざわざ写真を撮りに来た。そうです。どうですか、菜の花で撮りに来たんですか。桜で撮りに来ました。桜。ただね、桜はまだね、うん、あの早咲きのものもあるんですけれども、ソメイヨシノのね、あの満開はまだこれからということなので、また改めてね来てもらいたいんですけど、菜の花どうでした？めっちゃ綺麗です。そして隣の女の子は？彼女です。わあ、何素敵。もうね、ここにも春が来てるんですけど。いいですね。じゃあ隣の女の子の好きなところを。負けず嫌いなとこです。へえ。そうですか。そうですね。ちなみに負けず嫌いのあなたはどんなところが好きですか、彼の。優しいところですね。うん、いうことでね、あのもうね、あの寒そうにしている2人なんですけれども、ね、非常に熱々ということで、熱々。改めてご卒業おめでとうございます。あの原島さんはいかがですか、この2人。いや、すごくこういう厳しさがね、伝わって。もう本当ですよね、はい、手握ってますよ。もう素敵。羨ましいね。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
さあそんなね、あの菜の花と若いカップルが素敵な今のこの時期なんですけれども、他にもね見頃を迎えたお花ありますか？はい、ふわふわ羽毛のような小さな可愛らしい花が人気のミモザや、うつむいたように咲く控えめな美しさが魅力のクリスマスローズも引き続き見頃です。ご覧になりたい方お早めにお越しください。はい、先ほどねあの小さな可愛いクリスマスローズ、紫や白、いろんなね色で咲いてましたのでぜひご覧ください。そしてあのね、彼らも待っている桜ですけれども、うん、咲いてるものもありましたね。はい、現在修善寺寒桜と寒肥桜が見ごろとなりました。どちらも早咲きの桜です。皆様お目当てのソメイヨシノの開花は都心の20日予想より少し遅く、当公園では25日くらいの頃になるのではと予想しています。見ごろは3月末から4月頭ごろ、気温によっては変化するのでホームページをこまめにチェックしてくださいね。の桜園内にたくさんありますけれども、はい、お花見をするのにここが穴場というところありますか？はい、やはりソメイヨシノですね。で、その次にお楽しみいただけるのは当公園が誇るチューリップガーデンです。あのチューリップがね、あの濃い緑色の葉っぱがだんだん育ってきていてお行儀よく並んでいました。さあそして4月のお花今伺いましたけれども、5月はどんなお花になりますか？はい、今年は開園40周年を記念して真っ青な花ネモフィラの花畑が花の丘に初登場します。青く澄んだ花の絨毯は必見ですよ。あと花の丘は見上げるような斜面の花畑なので、青空が広がれば青い世界がさらに広がると思います。フォトスポットやイベントもありますので、ぜひこちらもホームページチェックしてください。5月になるとネモフィラの他にもカモミールやねブーケガーデンなどもうね色とりどりのお花が咲くということで、時期によってさまざまなお花がリレーをするように咲き続けるというのがここ昭和記念公園でしか味わえない魅力です。ぜひ皆さん何度も何度もいらして、その時最高のお花お楽しみください。ということで私たち4人で記念撮影をしたいと思います。カップルの2人も、ちょっとね、はい、最後あのご紹介しながら記念撮影しながらお別れしたいと思います。はい、今日は国営昭和記念公園で明日3月16日から開催するイベントフラワーフェスティバル2024をご紹介しました。開催期間は5月26日までと長いんですけど、あ、動画にしたな長いんですけども、見頃のお花どんどん変わっていきます。写真もね、幸せな表情もぜひ撮ってください。開花情報など詳しくは公式ホームページで、桜の情報も更新されるということですので、2人もねチェックしてみてください。はい、街角ステーション噂を求めてどこまでもでした。原島さん、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ロイヤルブレッド。ロイヤルブレッドはね、生が美味しいから、サンドイッチもトーストも合うんだな。心地よい毎日に確かな品質を。山崎ロイヤルブレッド。この時間は山崎パンがお送りしました。時刻は4時52分です。ここで日本放送天気予報です。今日の関東地方、日中は気持ちのいい青空が広がりました。東京有楽町はこの時間も日差しがたっぷりと届いています。午後3時までの最高気温、東京都心では 17.6 度でした。今夜も関東地方は晴れますが、空気が乾いていますので火の元に十分ご注意ください。また明日土曜日も晴れて最高気温は18度前後まで上がりそうです。そして日曜日も晴れて気温は5月並みまで上がるところもありそうです。桜の成長も進みそうですね。ただ来週以降は再び寒さ戻りますので、寒暖差に気をつけてお過ごしください。天気予報でした。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎と一度でも言われた方へ最大3600万円の給付金制度、前から気になってたは今日で終わりにしませんか。まずは対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの佐藤さん、お願いします。はい、東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の海老名サービスエリアでトラックと乗用車の事故のため8キロ渋滞しています。伊勢原ジャンクションから東京インターまでの所要時間は55分です。
東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの松田バス停で15キロと、つぶらのトンネルに乗用車が止まっているため4キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで8キロと、高井戸インター出口を先頭に断続的に10キロ渋滞しています。首都高速道路では都心環状線の外回りが北の丸トンネルの中にトラック北の丸トンネルの中でトラックの事故のため4キロ渋滞しています。道路交通情報センターの佐藤でした。佐藤さん、ありがとうございました。骨董品がお好きなあなた、今週土曜日は小田急江ノ島線相鉄線大和駅へ。改札口を出るとそこはもう骨董市、たくさんのお店で思わぬお宝に出会えるかも。朝7時から雨でも開催、詳しくは大和骨董市で検索。ウドウのラジオ、この時間は金曜日の一曲です。話題の曲、週末が楽しくなる曲をその日の気分や雰囲気でおかけします。はい、今日は可愛らしいカバー曲です。はい、パフィーで日曜日よりの使者。このままどこか遠く連れてってくれないか、君は君こそは日曜日よりの使者。で日曜日よりの使者をお届けしていますが、ここでそんな日曜日の番組のお知らせです。この番組にもスナック由美子でゲストにお越しくださいました八木亜希子さんが出演するラジオドラマのお知らせです。あさって3月17日日曜日深夜2時からオリジナルラジオドラマ君と住む空が放送されます。実はこのドラマを制作するスタッフもウドラジのスタッフなんですけれども、どんなストーリーかと言いますと、首都圏のあるマンションで実際にあった出来事がベースになっています。舞台は東京都内の新築マンション。エントランスにはアーチ型の大きなガラス、中庭まで見渡せる景観、ガラスの向こうには突き抜けるような青空が広がっています。ある日管理人がエントランスに倒れている1羽の小鳥を発見します。しばらくするとまた違う小鳥が倒れているのを発見。このマンションの売りになっている透き通った美しい大きなガラスに鳥たちは気づかずにぶつかってしまうのです。住民たち数人が気づき、マンションの臨時総会が開かれることになりました。そこで話し合われたこととは、暮らしぶりの異なる二組の夫婦の生き生きとした日常を描きながら、人間のエゴと優しさが交錯する会話劇が展開していきます。ぜひ続きは放送でお楽しみください。出演は八木亜希子さんの他に、ゴツプロブラボーカンパニーの佐藤正和さん、劇団スナッチの後藤陽子さん、辛坊治郎さんの番組の中継レポーターでおなじみのアトムさん、劇団猫のホテルの村上渉さん、元キャラメルボックスの佐藤仁さん、日曜日三宅裕司さんの番組で中継レポーターをしている劇団 SET の田上博史さんです。ラジオドラマ君と住む空は3月17日日曜日の深夜2時から3時まで放送です。放送後1週間はラジコのタイムフリー機能でいつでもお聞きになれます。ぜひお時間のある時に聞いていただきまして、感想は X でお待ちしております。ハッシュタグ君と住む空でポストしてください。以上、君と住む空オリジナルラジオドラマのお知らせでした。
さて、うどうのラジオ、この後は5時10分頃まで続きます。またモノマネもあるかもしれません。車選びのお悩み解決、あなたに寄り添う真心接客で満足の1台お届けします。安心と信頼のブランド、佐久間オート。ねえねえ、食べログがアプリでも利用できるって知ってる？近くの空いているお店が簡単に探せて、その場で予約もできちゃうの。ほらすごい。私も食べログアプリダウンロードしよっと。食べログが5時をお知らせします。時刻は5時になりました。ここで産経新聞ニュースです。ニュースデスクの森田さん、お願いします。はい、お伝えします。日産自動車の内田誠社長とホンダの三部俊博社長は今日東京都内で記者会見し、 EV 電気自動車などの分野で戦略提携の検討を始める覚書を結んだと発表しました。ホンダの三部社長です。日産とホンダ両社の強みを持ち合い、将来的な協業を見据えた検討が必要と考え、今回の合意に至りました。車載ソフトでの協力や商品の相互補完などを想定し、競争力強化でアメリカや中国などの海外勢に対抗します。一方、日産自動車の内田社長はホンダとの提携検討の背景について次のように述べました。市場の分断が進む中で、電動化、知能化に必要な技術開発をすべて自社でやることは大変厳しい状況にあります。国境を越えた連携が進む自動車業界の勢力図がこれにより一変する可能性があります。今年の春闘で連合傘下の労働組合の賃上げ要求に対する回答の中間集計は、平均賃上げ率が 5% を超えたことが関係者の話で分かりました。おとといの集中回答日で大企業を中心に満額回答や要求超えが相次いだ勢いが反映されたもので、連合の最終集計で 5% 台を維持すれば1991年以来33年ぶりの高い水準となります。今後、労使の妥結が進む中小企業の動向が鍵を握ります。日本製鉄は今日、アメリカのバイデン大統領が US スチールの買収に反対を表明したことに関連し、強い決意のもと買収を完了させるというコメントを出しました。日本製鉄は US スチールがアメリカの象徴的な企業であり続けるための最適なパートナーと確信しているとしました。また買収が完了した際には2026年9月までは一定の条件の下で一時解雇や工場閉鎖は行わないと新たに表明しました。イスラム組織ハマスは14日声明を出し、イスラエルとの間接交渉で戦闘の終結やイスラエル軍のパレスチナ自治区ガザ撤収を柱とする要求を仲介役のカタールやエジプトに正式に伝えたと明らかにしました。一方のイスラエル側は要求に応じない構えで、イスラエル首相府はハマスは非現実的な要求に固執していると非難しました。次に、運転の開始から40年を超えて稼働している福井県の美浜原子力発電所3号機は老朽化して安全性に問題があるとして、運転を差し止めるよう住民7人が関西電力に求めた仮処分の申し立てについて、大阪高等裁判所は今日、運転を認める決定を出しました。おととし大阪地裁は安全性に問題はないと判断して住民側の申し立てを却下し、住民側が即時抗告を行いましたが、大阪高裁は地裁の決定を支持しました。福島県で今日未明に発生した震度5弱の地震を受け、東京電力は手順にのっとり福島第一原子力発電所の処理水海洋放出を手動停止していましたが、今日午後3時50分ごろに放出を再開しました。地震後のパトロールで設備に異常がないと確認しました。楽天モバイルは今日午前から発生していたスマートフォンなどのデータ通信の障害が午後2時45分ごろに復旧したと発表しました。原因を調査しています。
おしまいに、アメリカメジャーリーグでパドレスとの開幕戦を韓国で行うドジャースの大谷翔平選手と山本由伸選手が今日ソウル郊外のインチョン国際空港に到着しました。アメリカアリゾナ州のキャンプ地から12時間のフライトで移動しました。出発前に球団公式の X、旧ツイッターは大谷選手と妻の写真を投稿し、他の選手と同様に家族同伴で遠征しました。一方、2年ぶりの開幕投手を務めるパドレスのダルビッシュ有投手とメジャー1年目の松井裕樹投手の両選手も今日未明にソウル入りしました。両チームは20日から2連戦で開幕シリーズを迎えます。お聞きの日本放送ではこの開幕シリーズを完全実況生中継でお送りします。ニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。デンタルプロ営業部の鈴木です。伊藤です。先輩、最近歯間ブラシを使い始めたんですけど、歯間ブラシと歯ブラシってどっちが先なんですか？いい質問だね。実は汚れを落とすには歯間ブラシを先に使う方が効果的。これからは歯ブラシの前に歯間ブラシだよ。磨くを変えるデンタルプロ。ネクスコ中日本からのお知らせです。2024年3月22日深夜0時から中央道国立府中インター、圏央道高尾山インター、寒川北インターにおいて ETC 専用料金所の運用が開始となります。 ETC 車でのご利用をお願いします。詳しくはウェブサイトで。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代男性自営業の方からの感想をご紹介します。キャッシングの過払い金なんて当時数十万円しか借りていなかった私にあるはずないと思っていました。それでも月末の生活費の支払いがちょっと厳しくなってきて電話を。そしたら30万円ほどの現金が入金されたんです。一本の電話から予定になかったお小遣いをスマートに手にすることができました。勝手に壁を作っていましたが、小遣い稼ぎ程度の軽い気持ちで電話するのもありですね。このように少額のキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。出川哲朗こと日月にスルーの3世です。あ、逆だ、日月にスルーの3世こと出川哲朗です。電気とガスを日月でまとめるとお得になる出川割。電気の出とガスの我で出が割です。以上、出川割哲朗でした。あ、違った、出川哲朗です。日月にスルーの賛成です。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、卓量建設グループ。TR コーポレーションで今すぐ検索。うどんのラジオ、終わりの時間です。今日のメールテーマはしばらくやってませんでございましたね。はい、くまちゃんは。私でも今日メールのね、あの親孝行、うどんさん電話っておっしゃったじゃないですか、ついやっぱ LINE 文面になっちゃうので、声聞くって大事だなと思いましたし、大事だよ、生きてる間だからこそ声聞ける、仕掛けられるからね。あとマラソンも、そうだよ、ちょっと久しぶりに走ってみます。ビジネスマラソンから卒業してちゃんと自分のものにするっていうね、はい、大事なことがございますよね、はい。あとあの大爆笑をしていただいたっていうね、もう本当になんか ありがとうございます。どうさんで大爆笑、モノマネで。なんかそこまで言われたら、じゃあちょっと最後再びやっちゃう。いいんですか、お願いして。よ、はい。あ、私はソウルから来て、あの焼き餃子食べに来た。ここは焼き餃子ないね。餃子スープか蒸すか蒸すか餃、ここでスープ入れるかどっち。いや、焼き餃子ないから蒸すかスープどっち。どうだった、くまちゃん。オールナイトニッポンゴールド、この後夜10時からなんだけど。ごちゃごちゃ。睡眠は金なり、ぜひ聞いていただきたい。金なり。あ、ごめん、金なり、ごめんなさい、すいません。睡眠は金なり、オールナイトニッポンゴールドです。10時から。
一運光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている番組、一運光の種。メッセージテーマは日替わりです。皆さんからのお便りを次々と紹介していくことで話の花を咲かせていきたいと思っております。一運光の種は今日夕方5時30分から。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げてそのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか。北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 1579-999、出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。